178センチの長身をフルに生かした演技はまるで大輪の花のような輝きにあふれています。世界の頂点に立つ新女王はまだ19歳、あどけない素顔は彼女の魅力。95年のイオンカップでは新旧女王の一騎打ち、高度な技術が光るセレブリアンスカヤに対し、独創的な天性の演技を表現するペトロバ、お互いに譲らず激しい接戦の末優勝を分け合いました。そしてアトランタオリンピック直後の去年、まさに女王と呼ぶにふさわしい完璧な演技を披露、全ての種目で満点を獲得するという快挙を成し遂げたのです。果たして今年4連覇は実現するのでしょうか。エカテリーナ・セレブリアンスカヤ、フラツィア、ユクレイン。19歳の素顔を感じさせない完成度の高い演技、風格すら漂う新体操の花です。4連覇に向けてまさに風格が漂います。ウクライナのセレブリアンスカヤ、最初はフープの演技です。178センチのこの長身、手足が山崎さん伸びやかですよね。そうですね、体が大きいというだけじゃなくて、はい、手足あるいは全身をすごく伸びやかに使ってるんですよね。だから身長以上にもっと大きく伸びる、大きく見えると思います。舞台俳優が限界まで観衆を虜にして魅了して、そして去っていくというストーリーを演じています。セレブリアンスカヤ。この辺りがこれから去っていこうという気持ちを表しているんじゃないでしょうか。まさにそのストーリーを自分で演じる、ただ踊っているだけではない。さあ最後はその3回転、危なげがありません。見事な演技で最初のフープの演技を終えましたセレブリアンスカヤ。場内からも思わず拍手とため息です。この長い手足をフルに生かした輪のくぐり抜けですけど、幅と高さがありますよね。13メートル四方のこの床が本当に狭く見えるような演技です。最後はもう得意技と言ってもいいでしょう。3回転から 9.88 で、最初にこの高得点では後に続く選手はちょっと大変そうですね。決められた闘志、研ぎ澄まされた正確な動きは新体操のバイブルです。大親友のセレブリアンスカヤにこれまではトップの座を譲ってきました。初優勝なるでしょうか。ウクライナのビトリチェンコのフープの演技です。おなじみのサルティンバンクに乗せて閉ざされた世界の情熱。八尾島さんが先ほど言われたように、つま先まで手先まで神経が行き渡っているのがよくわかると思います。何気なくやってますけど、足でフープを回したり本当に驚きますよね。さまざまな操作をすることが必要なんですね。
正確なピボット、軸がずれないんですよね。何をしてもこのメリハリというか一つ一つが絵になるんですね。そうですね、力強いですね。まずこんな単純な2ステップも、もうきちっとつま先が伸びてるんですよ。この辺は日本の選手も真似をしてほしいなと思いますけど、確実軸がぶれません。ちょっと今ぶれましたねちょっとビトリチェンコにしては珍しい動き方でしたね。こらえきれなくなってちょっとずれたという感じでしたね。このあたりが点にどう影響してしまうか。最後は決めましたビトリチェンコ。しかし珍しく少しよろけてしまうというところがあって、もうトップのレベルになるとこういった一つのミスが大きく響いてきそうですね。まずはこれは足で投げましたね。強いですよね。メリハリがありますよね。スローで見てもこれだけ強さを感じるんですからね。そして印象的なこの目元 9.90 で、動きがなかったらどれだけの点が出ていたんでしょうか。高得点が飛び出しました。あどけなさの残る顔立ちとエネルギッシュな演技です。さあ代わってヤナ・バテルシナ、こちらはまた、まあ、前に出た2人とは違ったアクロバティックな演技を一つ山崎さん見ものでしょうか。そうですね、今年からブリッジとか側転ですね、はい、アクロバットを入れることが可能になりましたので、その辺が見どころだと思います。さあ独特な動きから始まりました。アトランタオリンピックでも世界中の人たちを魅了したこの笑顔、ヤナ・バテルシナ銀メダリストです。不思議な動きを数々入れて、ね、鈴鹿さんどうですか、このアピールドというのは。可愛いですね、はい、ここからが足投げですね。そしてブリッジをして、あっと、あ、足からの離れがちょっと早かったですね。とでもバテルシナ、大きな大会での大きなミスというのは毎年目立ちますね。そうですね、技が大きいですから、どうしてもミスすると欠点が大きくなるわけですね。しかしこの後その表情で動揺したりというのはやっぱり見せられないわけですから大変ですよね。どれだけ気持ちを立て直すことができるかですよね。さあもうミスは許されません。初優勝に向けてのバテルシナの演技、柔らかい、表情がいいですね。アピール度満点です。投げ上げから最後はもう決め方、動揺を見せずに何とか最後まで演じ切りました。ヤナ・バテルシナのフープの演技です。このつなぎのステップというのも非常に山崎さん、ね、面白いですよね。この音楽をよく理解して踊ってるという感じがしますね。ここですね、足の投げでブリッジだったんですが離れがちょっと早かったんですね。これで 0.2 ぐらいの減点でしょうか。バテルシナとしては低い点数 9.682、 思ったような点数は出なかったようです。一転してビビッドな赤、イメージをガラリと変えて登場しました女王エカテリーナ・セレブリアンスカヤです。さあアクロバットからの入りですね、はい、曲調も早く、不満鉢の飛行の現代風のアレンジ、こういった速い動きもこの長身の選手ができるというのは強みですね。そうですね、ただメリハリがあるというよりも速いステップでも滑らかさがあるという感じがしますね。このジャンプターンの足の開き、そうですね、ロープはジャンプが必須条件になるんですね。だからこういった高さと幅のあるジャンプができるセレブリアンスカヤというのはロープにしてもとてもいい演技ができると思います。以前やらせていただいた時にロープが一番身近でやりやすいかなと思ったんですけど、この難しいんですよ。この何気ないロープに表情をつけるというのは非常に難しいですね。形が変わりますから力任せにできないんですね。
この柔らかいロープにメリハリを与えるっていうのはすごく難しいことだと思います。思いのままに操ってますもんね。さあ決めはもうお得意のこの3回転でのキャッチです。うわーすごい。よどみがないんですよね。よどみもない、無駄もない、無駄もない、まさに女王と呼ぶにふさわしいエカテリーナ・セレブリアンスカヤのロープの演技でした。このジャンプターンの足の開き、足が長いですから今のように曲げても汚くないんですよね。そうですね、まさに長身の選手のお手本となるでしょう。 9.833 高得点が続出します。ウクライナのセレブリアンスカヤ。さてそのセレブリアンスカヤの座を脅かす存在の選手が続々登場します。ヨーロッパ選手権で2位に入ったこのベラルーシのオグリツコ。しっとりとしたボレロのこのリズム、日本ではなかなかその国の出場枠にとらわれてしまうということでオリンピックなどではおなじみではないんですが、クラブ選手権は見られるということではいいことですよね。そうですね、非常に足の線が綺麗な選手で、本当にまた綺麗なだけじゃなくて使い方もうまいんですね。丁寧ですね。ですから上体の動きも滑らかなんですが、それ以上にこの足でも表現できる選手だと思います。鈴風さん、女性、同じ私たち女性から見ても鈴風さんももちろんお綺麗なんですが、足がね綺麗ですね。本当につま先まで神経が行き届いてて、で皆さんそうですけれども自分をよく分かっているんですよね。綺麗に出てらっしゃる。そうですね。ちょっとこれはですね取り損ねですね。上位に行くには苦しいミスをしてしまいました。オグリツコ 0.001 で差がつきますから、今のミスで 0.1 だとするとこれはまずいですね。21歳数少ない既婚者の一人でもあります。さあ最後は決められるか。ちょっと表情が冴えませんね。ほんのちょっとしたミスなんですけれども、ああいうところでこう立ち直れないと、後々こう小さくなっていくんですよね。ヨーロッパ選手権ではセレブリアンスカヤを下しただけに、なんとかこの4カップでも上位に食い込みたいところなんですが、ほんのわずかなミスで 9.69 に納得できない表情でしょうか。汗を拭いています。そして本大会の台風の目と言ってもいいでしょう。リプコフスカヤが登場しました。ロシアの広さを感じさせる実力派です。アチチュードのピボット連続ですね。そこに根が生えているような全く動かないこのアチチュード。今一番勢いがある選手じゃないかなと思うんですが、メリハリが効いてるんですよね。ゆっくり回っても速く回っても、あの凄さというよりも美しさに目がいってしまうということは、いかに技がすごいかっていうことなんでしょうね。そうですね、技術がないとなかなか表現力まで手が回らないですからね。セレブリアンスカヤに負けない177センチの長身です。18歳のリプコフスカヤ。ここまでノーミス、簡単にやってますが自分の手元にスッと返ってきますからね。ロープに目がついているようなロープと一心同体です。取りに行かずにそこの手元に来るという感じですね。本当そういう感じですね。地中のターンで無事潜り回転ですね。最後は見せ場ですよ。ジャンプから足で取るか。わあ、これはうまくいきましたね。なんとすごい。これは高得点がちょっと期待できそうですね。彼女はピボットが得意なんですね。はい。スピードと回転力が非常にありますね。はい。